どうも、山田明です。今日はですね、伊丹空港に向かっていまして、まあ、ちょっとね、YouTube のご縁から、今日は飛行機のね、撮影に行くことになりました。でね、私はですね、ちょっとね、望遠のね、レンズを持っていないので、まあ、結構ね、厳しい撮影にはなるかと思うんですけど、まあ、今回はその SELP18105G ですね、まあ、私がよく使っているレンズを使って、まあ、撮影していこうかなと思っています。で、まあ、今後はですね、やっぱ望遠レンズは必要だと思っているので、まあ、今度ね10月に出る70-350かなのあのレンズがね、気になっているんですけど、まあ、それはですね、まあ、来年のね、スーパー GT 鈴鹿までにね、揃えたいなと、まあ、思っています。まあね、そんなに望遠を使う頻度っていうのは少ないかとは思うんですけど、まあ、ただその70-350ということなので、まあ、まだね、使える距離もあるというか、350まで多分使わないですけど、まあ、70からっていうのは結構ね、いいところかなと思っています。で、まあね、運動会とか、まあ、そういったシーンでも使えるのかなっていうのもありますし、まあ、今回のね運動会には間に合いませんけど、まあそのあたりのねレンズを狙っています。で、あとはですね、ちょっとやっぱりね、シグマのねカメラがすごく気になっているので、まあ、それでいくとシグマにカメラをね乗り換えた場合ですね、まあ、その時はまた、まあ、話が変わってくるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとねそんな感じで考えています。ということでですね、まあ、今から、伊丹空港に、まあ、向かってですね、撮影していきたいと思います。
いやー、撮影楽しかったです。はい、戻ってきてですね、編集をして、まあね、翌朝になっているんですけど、まあちょっとね、お出かけ前に、ちょっとね、語りを撮っています。で、昨日のね、伊丹空港での撮影についてですね、お話ししていきますと、まあやっぱりですね、ちょっと望遠が足りないなっていうところがまあありましたね。で、足りないところはですね、超解像ズームを使って、まあ、撮ってみたんですけど、まあ、やっぱりですね、かなり画質が荒くなるというか悪くなってますね。まあそれも含めてね、あまり使わない機能を、まあ、今回使ってみたので、まあ、それはそれで、まあ、やっぱりね、ああいったその飛行機のね、撮影シーンでは、まあ、ズームレンズは必須だなというふうに思いました。で、あとはですね、その、まあ、オゾンポケットだとか、iPhone だとかを使ってね、撮影をしてみましたけど、まあ、オゾンポケットに関してはね、やっぱり安定的に、まあ、その、明るいとこ、暗いところ、まあ、しっかり綺麗に撮れてるなというふうに思いました。で、今回はね、その 2.7K でね、撮っていったので、まあ、結構その、解像度もいいのかなというふうに思います。あとですね、その iPhone はですね、まあ基本的にはそのスーパースローをね、撮りたくって使ったんですけど、まあやっぱりね、そのよーく見るとノイズがすごいですね。特にその緑の部分ですね、下の方のその草の部分がだいぶノイズがあるんですけど、まあただね、そのスマホで見る分には全然、まあ気にならなかったんですよね。まあなので、その、今ね、ご覧いただいている YouTube をスマホで見てる場合は、そんなにね、気にならないのかもしれないんですけど、まあやっぱりね、パソコンの画面で見ると、スーパースローのね、ノイズはかなり気になりました。はい。で、まあ全体として、その、伊丹空港がね、やっぱりその飛行機の撮影スポットには最適だなというふうに思いました。で、前回のね、その神戸空港行ったりだとか、まあ関空だとか、まあやっぱりね、海の上っていうところもあるんで、まあなかなかね、その撮影スポットって見つけにくいかと思うんですけど、まあ、伊丹空港に関しては、まあ全体がその、まあみんな陸の上ですけど、基本的に海の上ではないので、まあ撮影スポットをね、たくさんあるんですよね。で、今回そのご縁あって、そのね、飛行機好きの方と、その撮影して回ったんですけど、まあやっぱりですね、いろんなスポットがあって、まあとても楽しめました。で、やっぱりですね、その場所によってはズームが足りないっていうところもありましたけど、まあ全然ね、その、もう、ズームがほぼなくても、撮れるスポット、まあ真横から撮る場所だとか、まああとはそのね、もう着陸態勢に入ってる様子をもう真下からね、見れるスポットだとかがあるので、まあこれはね、本当に飛行機好きでない方もね、おすすめのスポットかなというふうに思いました。またね、ちょっとね、ズームレンズをゲットしてね、行けたらなと思っています。はい、ということでですね、まあ、今回は伊丹空港に行って、飛行機のね、撮影をしてきたよという動画でした。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。コメントもね、気軽に残してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。